7月22日水曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一香です。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。 あの、まあ、昨日もですね、まあ、いつも通りの生活をして、まあ、放送が終わって番組会議があり、そして、えー、その後ちょっと取材に出て、ですね、まあ、打ち合わせをしたりとかして、はい、で家に帰るという生活で、土曜、牛の日ってっても、何もしなかったなって感じなんですけど、<laughs> あのツイッターでですねこうタイムラインを見ながらずっとこうニュースをかけたら、はい、おっっていうニュースがあって、競走馬の話なんですが、びわはやヒレというですね、 えー、馬が亡くなったというニュースが入ってきました。うん、まあ、あの、新行アナウンサーは知らないだろうけど、えー、ワは早くで1993年の菊花賞など G1 を参賞という名馬。<ー> あの、足毛の馬体でですね、まあ、これが、えー、オグリキャップとか、タマモクロスとか、うん、目白マックイーンとかからこう続く足毛の系譜の後継者みたいな感じで、えー、出てきて、えー、成田大臣という的ですね、えー、ウィニングチケットという的を3頭でこのクラシックを賑わせたっていうね、うえー、サツキダービー菊花賞と分け合ったんですけど、このビアハヤヒデっていうのはね、どっちかっていうと2着が本当にね、印象に残るまで、<ー>で、2着で花を添えたときに劇的なレースを がが起こるっってていうのがよくあってですね例えばこの93年の日本ダービーというところで、ウィニングチケットには名手柴田正人という人が乗ってですね、で、その柴田正人はダービー俺取りたいって言って、取りたい取りたいと言いながら全く取れなかったというですね、ーえー、ダービーだけ残してた、この最後のチャンスなんじゃないかと言われた。 ダービーワハヤヒデが内から突っ込んでくる外から外からウイニングチケットウイニングチケットサトだサトだサト初優勝ウイニングチケットっていう実況があったかと思えばですね、はい、その年菊花賞を制した後に駒を進めた有馬記念で、はい、有馬記念でも内からやっぱりビワハヤヒデが抜けてくるんですよ <laughs> ところが外からですね東海帝王だ東海帝王だ内<ー>からビワハヤヒデ東海帝王だダービー馬の意地を見せるか東海帝王奇跡の復活 っていうまたやっぱりこう<ー>劇的なレースが終わる。 でしかもこの人の劇この人とかこの馬が劇的なところは弟がですねあの三冠馬成田ブライアンなの。成田ブライアンが三冠を取るそして琵琶早秀が、えー、1歳上のお兄さんとしていよいよありまで相まみえるかという直前に、はい、天皇賞で5着になった後にあ岡部騎手が降りていますどうしたんでしょうか琵琶早秀。 でね、成田ブライアンとビバハヤヒデっていうのは兄弟なんだけど一度も一緒にレースしたことがないでところがねその成田ブライアンは早くくに亡くなってしまうんだねで、えー、その分までビバは生きたんじゃないかっていう30歳での大王生という。 なんかね、この90年代の半ばって私、競馬を覚えたてのぐらいの時で、やっぱりこう入門した当初っていうのは記憶が本当に鮮明。うん、あの、駆け出しの頃のアナウンサーであの苦労した話とかもなんか鮮明に覚えてるのと一緒で、なんかね、あの、すごく感慨深い思いを,をいたしました。うん、さあ、スタジオに長官各紙入ってまいりました。日付の横に二十席が書いてありますが、今日は大書。 というですね、えぇ、日でもあります。まあ、今日の最高気温は30度割るという予想ですので、まあ、あの、暦の上では対処というところだと思います。さあ、あ長官各市一面ご紹介しますが、GoTo キャンペーンについては、西一面ですね、朝日と東京、見切り発車と朝日、それから事業者未定で指導と東京と。 こいうことが書かれております、まあ、これについて後ほど今日のコメンテーター高橋大一さんと深めていこうと思いますそれからコロナに絡んでは毎日新聞イベントの緩和延期へという一面トップです今日ですね新型コロナウイルス感染症対策分科会を開いて専門家の意見を踏まえて最終的に判断するということですが もともと5000人上限で初めて今、プロ野球も各球場まあ5000人でこぼこというところでお客さん入れてますがまあこれをですね人数制限撤廃する目安8月以降だよというふうに言っていましたけれどもまあ足元の感染状況を分析して議論をするとまあ2週間から1か月ほど延期するんじゃないかというのが毎日の見立てです。 でそれから読売新聞はあ昨日の最高裁判決ですリツイート画像が、えー、これですねあのツイッターで、えー、画像が貼り付けてある投稿をリツイートすると自然とあのトリミングといって、まあ、写真のです、ね、一部しかあの映らないような形でタイムライン上は載るんですけれどももちろんそれあのタップしたりクリックしたりすればあの全体の画像が出るんですがこのリツイート トリミングされた画像というのが著作権の侵害に当たるかどうかで最高裁が昨日判決を出しまして侵害に当たるとこうなるとですねあの全体を無理やりにこう縮小させたような 画像を表示させるようにするか、えー、しないと、まあ、ツイッター社が様式変更しないと、えー、ペットリツイートをするとそれが、えー、権利侵害になるかもしれないというなかなかこれは重大な判決が出たなという、えー、SNS の使い方がちょっと変わるかもしれないというニュースです、えー、それから産経新聞は開幕まだあと1年のオリンピックについて、えー、競技団体にアンケート調査をしたところ9つの団体で無観客でもいいよという,ふうに答えたと いう一面トップ、えー。それから日本経済新聞は EU 財政統合へ一歩という、えー、昨日行われた EU 首脳会議で92兆円の、まあ、コロナ対策の基金を創設するとで、えーまあ、およそ半分が、えー、補助金というか給付金の形で賄ってもう半分は、えー まあ、無利子などでの融資という形なんですけれども、まあ、もともと、あの、ドイツだとか、オランダ、オーストリアというあたりの、北の方の裕福な国々は、え、えー、これ全額融資にしろと、まあ、あのー、 私っきりになったらどう使うかわかんないし、えー、そして、えー、そもそもそれは全部、えー、借金として我々に返ってくるんだからと、だ,だ,い,だ,だいぶ紛糾してたんですけれども、これが妥、えー、結したというニュースをー取り上げております。まあ、この EU 財政統合へ一報という基金の話も後ほど高橋良一さんに聞いていきたいと思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュース、まずは、えー、来年度の予算編成について、えー、外債要求の基準を財務省が公表しました。それから GoTo トラベル、さらに EU のコロナ復興基金、えー、子宮頸がんワクチンについて、 えー、そしてイギリス政府が香港との犯罪に引き渡し条約停止すると発表と、えー、中国反発というあたりも取り上げてまいります。 あのラジオというメディアもです、ね、あの目の不自由な人に非常にいい方々に聞かれているというメディアであります。はい、あのラジオチャリティミュージックソンという、ねうんえー、クリスマスの、まあ、24時間生放送を中心とする、まあ、目の不自由な方におとのでる信号機をという,うチャリティキャンペーンもやっております。でただあのメディアののの中で,です、ね、目の不自由な方に対してっていうはは歴史は古くって えー、今日、毎日新聞のですね一面の肩のところに少し載っているんですが展示毎日5000号という記事が出ております、えー、創刊は1922年大正11年5月11日。 えー、当時はですね展示大阪毎日という名前でした確かにね当時は東京大阪であの新聞社別々だったりして、まあ、系列でもあったりするんですが「えー、大阪毎日」という名前で、えー、出していたというところで,で,で、あのー、その時からですね、えー、これ発行の目的が自ら読みうる新聞を提供し新聞の文化的使命を徹底することというふうに出ていてで私こう「展示毎日」って毎日ってついてるから当然 毎日新聞の、えー、記事の、まあ、展示役だとばっかり思ってたんですけれどもそうじゃなくてですね、えー、障害福祉問題を中心に独自に取材をして編集をしているとで今、週間で毎週日曜日に発行ということになっていてこの、えー、週末7月26日号で通関5000号になるとい,ということなんですね。でまあ、あの点最近はココロナウイルスの,この、ねえー、中で、えー、指展示など人に触れるコミュニケーション マネーが必要なああ盲ろう者の、えー、生活の実情、えー、視覚障害者の情報支援する手に図書館の取り組みなどを詳しく報じてきたと。 確かにねこれ言われてというかあの記事で見てはっと気づいたんだけど展示をってことは毎回触らなきゃなんないとよくあのね、えー、触って手でいろんなところ触っちゃダメだとかあるいは触ったもので口とか目をこう触っちゃダメだとか言われますけれどもあそうかそうだよな点字の人たちねあの読むためにはこれ触らなきゃなんないっていうじゃあどうするんだっていうね一、ね、個一個消毒するとか自分でじゃあ消毒剤持っていくにしてどこにあるんだっていうのもね、えー、全部こう気にしなきゃならない。 な,ないとかってあそういうところへの配慮って全く足りてなかったなっていうのは本当に反省を込めて、えーえー、今紙面のデータ化が進んでいるというようなことも出ておりますまあバックナンバーは本当に貴重だとねえー、いうところなんですが、えー、展示毎日5000をという今日の気になるニュースを取り上げました それからあのー、ね、えー、メールやツイッターもいろいろいただいてるんですけれどもビアハヤヒデについてもですね、えー、ツイッターなどでは様まいただいております。ごとうたさんツイッターですビアハヤヒデ残念ですね。 阪神大震災の前日に京都競馬場で行われた引退式を見に,行ったの見に行ったのがいい思い出です。ああ、95年1月16日に引退式だったと。なるほど。94年の秋の天皇賞で怪我をしたわけですもんね。いやでもこういうなんか知っている名馬たちがどんどんなくなっていくっていうのはね、あの JRA の CM で夢の11レースっていうね、あのー、サイレンス鈴鹿という馬が一枠一番で、はい、で、あのー、亡くなったあの、 もこれも秋の天皇賞なんだけどさ競争中に怪我をして亡くなったその同じ番号を勝負。 絶景なんですっていうふうに、えー、ナレーションの実況の人がですね、これを,をアナウンスをするんですが、その実況をやってるのが、実はくしくも私のあの、アナウンスを習った師匠の一人の、うん、えー、ラジオタンパー、ラジオ日経のアナウンサーから、今フリーでやられてると思います、うの和雄さんという人ですね。もう私、不祥の弟子で、全くあの、ここのところ没交渉になってしまっていたあれなんですが、久しぶりにですね、うのさん節を見て、そしてもうあの、泣きながら、えー、YouTube をずっと見てました。<laughs> <laughs> これね競馬ファン泣けるんだよでそれぞれのやっぱこの馬が勝つんだみたいなのがあったりなんかするんでももうういくらでもお酒飲めちゃうっていうね <laughs> <laughs> ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします 私時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター数量政策学者高橋洋一さんですおはようございますおはようございますでは最初のニュースこちらです財務省が来年度のの予算算編成に向けた概算要求の方針を公表来年度における予算をはじめとする対応については概算要求の段階で予算額という数字を決めることはせず その仕組みや手続きをできる限り簡素なものにすることをいたしております昨日の閣議後の麻生財務大臣の会見の模様をお聞きいただきました財務省は昨日来年度の予算案の編成に向けた概算要求の方針を公表しましたそれぞれの省庁が要求する額は基本的に今年度予算と同額とした上で新型コロナに対応する予算は上限を設けず別枠の扱いにするとしております ええー、今年もまた100兆円を超える、みたいなところがまたね、ええー、見出しになってたりなんかしますよ。<laughs> そう書きたいんでしょ、マスコミは。そう書きたいんでしょう、うん <laughs> だ。だいただい、毎年増えていくんですけどね。<laughs> ああ、まあ物価も上昇してることを考えれば。なん、だから別に、大した話じゃないんだけど、うん、まあ、うん。 でも書きたいんでしょうね。でも、まあ、概算要求っていうのは一つのね、節目みたいになって、でも、いつもは8月末までが締め切りなんですけど、今年は9月なんでしょうん、そうみたいですね。やっぱりそうだ、普通ちょっとね。でもね、はっきり言うとね、これ概算要求ってやると、なんか、要求省庁と、これ財務省のバトルみたいな思うかもしれないけど、実はね、それぞれ要求省庁のほとんどの会計家ってところが要求するんだけど、そこには財務省の人出向してるんだけどね。あ、そうなんですか だからこれははっきりと概算要求やってて、はい、そのすの省庁の中で、もうあの会計家と要求家がね、話するんだけど、その時にかなりできるわけね、<っ>もうね。なるほど、すで、うん、にそこで大体の接種がすんじゃうとあの大体は95%ぐらいで、これでおしまい。あそうなんですか、自分とこの省庁の中でもう。うん、自分との省庁の中でやってて、そこの財務省の人、会計課の人と話してね、<laughs> これで大体決まるってパターンです。 大体予算ってねほとんどが9割方はね毎年と一緒なんですよだからその意味では別に大体大体続くのうんたまにだからやめちゃうってなるんだけど、はいええ、でも大体は無駄でも無駄っていうかね毎年続くんですよ、ええうん、予算のやり方ってそうなんでね、ええ、そうだからこれで何か100兆の工房とか言うんだけどほとんどそうじゃなくてこの、はい、あの上積みのところちょっとの話<ー>それで大体概算要求っていうのはあの最終決着で45%上 大体だから 5%, 5ぐらいです。 あの予算接種で減らすって大体決まってるんですああ<ー>、うん、じゃあそれを見越して要求するときも5%ぐらいプラスオンで出してくる、うんうん、そうじゃないとほら切ったときに,仕事,になな仕事してる感じにならないじゃん仕事してる感じにならないそう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 結構ねあのまあなんかつまんないといえばつまんないんですようん,うんじゃあまあ100兆あって、まあ、5%だから5兆円分ぐらい削り込むっていう,そ,うそんなレベルなねうん,うん話なんで,で他のところは根っこまでどうのこうのっていう人いるんだけどな、はい はでじゃあ、なんか予算編成のたびにね、こう目玉がこれだみたいなことが出てくるじゃないですか、うんうん、そういうのもまああのもうすでに決まってるって感じですかでには、うん、大体は決まってますかね、えー、あの要するに最後の、えー、と年末までの政治接種ってあるでしょ、はい、そういう溜まってんのはほとんどこのもう段階で大体は決まってますね、これ、あの大臣マターにしようとかね。あなるほど、うん、そのののの予予算の概算算概要求からのこう予算編成の流れ、はい 前段に骨太の方針っていうのがあるですか、あ,<ー>あれの関係性ってどうなってくるんですか本当はね、あのリンクしなきゃいけないんだけど、はい、でも、もともと財務省の予算編成っていうのは、マクロ経済はあんまり意識してないから、あ,<ー>あんまりリンクしてないんですよ、はっきり言うと。本当はだから、マクロ経済をもうちょっと意識して、はい、あの予算編成した方,の方がいいんですけどね、財務省の場合、あんまりマクロ経済の話はあんまり分かんないし、でマクロ経済の話になると、すごく税収とかそういうの読まれるでしょ。はい、よ読まれちゃうと実は予算編成 マクロの話を結構隠してやるんですよね。あ、そうなんですか。ちょっと変変質繰りになってはっきり言えば。マクロに聞く税制って言うと消費税とかそういうのがあんまりやらないです。なるほど。そういうのからあのマクロ経済の話するとあのね減税主導の話なんかすぐなっちゃうじゃないですか。今のこの状況ではね。なるべくマクロ経済リンクさせないっては今までのやり方なんですけどね。そこが変なんです。はっきり言えば。あの骨太の方針とは経済財政諮問会が力も したというのはそれを変えようとしてたんですか。そう変えようとしてるんですけどなかなか変えられなかった。力を持っているときですら変えよう変えにくかったですよ。だからせいぜいやらせたのが、うんはい、内閣の資産みたいなのをちょっと前にこの要求の前に出すとかね。そのレベルしかできないああ、はい、あ,、うん、あの経済政策基本方針の年を資産というのがありますよね。あれそうそう,そうあれをちょっと前にしたって前に倒したっていうのがあの諮問会議がさいさい 今日の時にできたことですよなるほどね <laughs> そのぐらい岩盤は分厚いこところですか強、うん、いですね、えー、まずは概算要件についてお話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです GoTo ト,トラベル今日からスタート 政府の観光支援事業 GoTo トラベルが今日22日からスタートします。政府は昨日対象から除外した東京都発着の旅行についてキャンセル料を保証することも発表しております。 まあ、あのやるやらないみたいなところで揉めた末という感じですけど、うん、これ、どうなんですか、経済対策として、まあ、やんなきゃなんないっていう,うね, <laughs> ね、本当ね、もともと一次補正のああに、あまあ、あ V 字回復する時にやるっていう話になってたはずなんですよね、でも、もともと V 字回復じゃないんですけどね、はい、ですからそれはあのもうちょっと前提が変わっちゃったから、本当いうと、年度内に予算ってのは執行すればいいんで、普通はあれですよね、えー、年度内にどっかタイミング見てやるって考えるだけで。 でもまあこれあのほらねあのまあ えっと、観光のドンである、ま、二階さんが、まあ、日本観光予告会の会長でもあるんですけどね。はい、まあその肝入りっていうことなんで、国交省なんかはもう走っちゃってるんでしょうね。うもう、ね、うでも、せ、のそのね、せっかくもらったんだなと言ってね、はい、予算消化をつってね、それで、もう先にスケジュールだ立って、夏の4連休とかね、<laughs> 夏で確かに夏っていうのは、他の月よりかは、旅行の、ま、売り上げっていうのが5割アップなんですよね。<ー>だから、うん,うん、うん、ここは外したら大変だとか言って、もう外 したら大変だ、大変だっていうんで、このまま行くと、本当にもう、5月なんかですとね、売り上げなんか9割減とか、そんなのもうたくさんあるんでね、うん、このままに1、2か月したらもう潰れちゃうって、そういうレベルなんで、うん、だからもう走っちゃう走、走らなきゃいけないと思い込んじゃったんじゃないですか、それ,でそれにこのコロナの話が、今、第2波も来ちゃってますけどね、うん、まあぶつかっっっちゃったっていう、うん、ことなん,で、うん、なんかあの、まあ、確かに観光業って、その2月ぐらいからこうね、ねえー、外国人が来なくなっても、もう大変です打撃を受けてるとかっていうのがあって、うん イメージとしては、これ、経済対策で支えなきゃって、僕も思ってたんですけど、実際これ、どうなんででも、こんななんか東京抜かしたりね、やって、一方では4日間の不要不急の外出なんとかとか言ってるから、実は効果ないですよ。で、一般的にもね、実はね、経済活動をすごく再開して、経済支えようって気持ちは分かるんだけど、結果、ほとんどうまくいかないです。一番いい例っていうのは、多分スウェーデンなんでしょうけどね。スウェーデンは要するに もうこんな感染症対策しないで、経済優先ってやっててましたよね。そうですねやってても全然経済よくならなくて、うんうん、結果的には今年のえっの GDP で多分マイナス4、5%っていうものすごいさき起こってますあ。一生懸命経済回したんだけど回したんだけど、そうで。で、結果的には、あの、臨近のノウェーなんかと比べて、はい、死者率なんかは2桁ぐらい違うとかね。うん。もうと悲惨な状態です。だからこれね、経済をね、回そうと思うっていうのはほとんど無理なんですよ、こんな時<ー>だってみんなもう、 気持ちちも萎縮しゃってだからそれだったら、もう死者だけを増やさないように、いろんな感染症の防止をするっていうのが普通ですなるほど、もうこれ、無理やり回そうとしても無理です、だって大きなみが来てるから、ほとんど焼け石に水って形になっちゃうんで、それだったら、この時に休業保障してあげてるのが、それでしのぐ方うがまだいいっていうレベルですよなるほど、これ、その休業保障でやると、なんか結構予算がかかっちゃうみたいなこと そんなないんんなことないとい思うすあの要するに観光業なんて、せいぜい20兆円産業ですからね、1>, 1、2か月休んだって、2兆円とか3兆円レベルでしょ。あ<ー>うん、それだったら予備費で今、10兆円あって、5兆円余ってるんだから、それちょっと使えばいいじゃないですかっていうんで、はい、私なんかすぐそれでおしまいですよ。なるほど。はい、年間でも20兆円産業。そうそうそう。だからそのレベルだから、あのだからまあ、あの多分1、2か月で話したらね、はい、2>, 2兆円とか4兆円ぐらいの予算をつけてあげれば、まあ十分じゃないですか。 だからそれを予備費から使ってあげるのが一番簡単なやり方ですなるほど、GoTo で、これ、旅行関係は1兆7000ですよね、全体で1兆7000と、旅行で1兆3000とかも言われてますけど、じゃあそれにさらに積みます形で、GoTo はだから、年度内に執行すればいいから、別に7月からやるっていうのは国交省決めただけなんでね、これはだから年度内にどっかって言えばいいだけなんですよ、別にそれ、どっかで使えばいいだから、まだ取っときゃいいと。そそそううう執行しなければいいってだけなんですよ。 でそれで他の予備費でね、休業補償を国がやってあるって、地方自治体だと東京以ができないんでね、それで国の方であのまで休業補償してあげればいいんじゃないですか、休業補償しないと、どうせ後であとで1、2か月したら倒産するから、倒産した時を考えたら、今、休業補償して、倒産の数をちょっと少なくした方のがより無難だっていうだけぐらいですその休業補償でいうと、まあ、あの旅行業界じゃなくて。 うん、これ飲食業の方だもちろん思いますが、特措法を改正して、ええ、そこにもちゃんと予算がつけられるようにするみたいな話が出てますね、うん、特措法じゃなくても、給料保証だけだったら、多分できると思うんですけどね、ええ、一番簡単なのは、のうん、あの交付税をあの特別交付税で増やして、あとで地方で使っちゃえっていうのが一番簡単ですよねあえそれはあの用途は指定せず、私もちろん構わない。ん、交付税だから、要するに用途してはな,ないくて、ええ、あの地方の実情に合わせてやっていくというのが一番簡単ですね。 もちろん、救急保障どうぞっていう、言わなきゃいいだけなんですよ、これは何に使えと、それが一番簡単なやり方でね、それで当面しのいでって、はい、どうせ経済悪くなってんだから、ね、要するに次の倒産が出てきて、企業、なんて、企業っていうのは社会的な、社会の基本要素みたいになってるんでね、そこを潰すと、後が大変になるから、うん、そこをなるべくあのなんか、なんかセーフティーガードで守ってあげる、あと雇用もね、うん、そういうふうな政策に転じるしかないと思いますよ、うんこれ国交省が前倒ししたのはやっぱり 冬になるとまた流行るかもっていうのがあるからなんですかね。うん、いや、それ以下は多分もう夏に、ええ、急いだってだけじゃない,いそればっかり目指してやったというかね。いや、役人って結構そういうところあって、他のところは目も食えないでやってたと。うんええ 別に、なんか官邸の関与がうんぬんとか、こんなの執行だから、国交省の役人ですよ。こんな官邸の中で、細かく分かるわけないから。まあ、いちいちその、ある意味、橋の上げ下げまで。って予算の執行なんて、全然もうね、官邸にいたらもうね、全然何やってるか分かんないから、そんなの指示もしないしませんよ。そんなもんです、これは。でも、1兆何千もなっちゃってね、どっかで使わなきゃ夏。 もうそこが売り上げ大変ってそのように思っちゃったんじゃないですかそしてまあコロナに関してで、えー、EU の動き続いてこちらです、はいうん、EU が新型コロナ復興基金の設立で合意 EU= ヨーロッパ連合は21日新型コロナの流行で大きな打撃を受けた経済の立て直しに向け日本円でおよそ92兆円規模の復興基金を設立することで合意しました だいぶ紛糾していて、これ、うん、あのう、ね、濃淡があるからですよね。はい、すごく影響を受けてる国と受けてない国があって、でも、まあ、まあ。 でも一応できましたよね、92兆円って、私、昔、100兆円基金って日本で言ってたんだけど、そんなもんでしょと、これはほかに各国それぞれまた財政出動してるんですけどね、それにほかですからね。それとプラスしてただからその回なんですよ、はっきりと、今のコロナの影響って。だからものすごく大きな経済ショックがあるんで、そこをね、経済活動をちょこっとしたところで、大きな波はなかなかね、逃れられないってことなんですよ今回これ、EU 債みたいなものを、ユーロ共同債を 出すんですよ。うん やっぱりね、こういう時に、中央銀行が、と政府の関係ってのはすごく出ちゃうんですよね。<ー>日本ですとね、日銀があって、国債出すと日銀買っちゃって、ほとんど財政負担なくなるんですけどね。はい、財政負担、これ、なかなか E、い,いあの、えっ、ー、と、ECB ってなってね。えー、えー、えー、ヨーロッパに。ヨーロッ,中央,ーロッ中央銀行ってあって、そこが誰が監督してるかとか、うん、それの納付金は誰がもらうかって結構難しいから、はい、こういう時に、あの、中央銀行との合わせ技がちょっと使いにくいんです、EU は。うんだからこういうふうに揉めちゃうんですよ。 そうすると最後、これ、あの、基金は、あとの、ユーロ債出すとね、はい、その負担はだ誰か行くのかとかね、えー、話になっちゃうから、なんから、ね、やりにくいの。これ 各加盟国で、えー、<う>均等に負担するんだというような。まあね、均等に負担するんだけど、うん、それがいいかどうかとかね。はいろんなとやっぱり利害が出ちゃうじゃない。だからこういう時に、あの、一つの国の方が実はや簡単なんですよ。だからアメリカとか日本って一つの国でしょ大きな経済主体でしょ、はい、それで中央銀行を使って買えるから、実はアメリカと日本の財政質は今まで、あの、他の国、ヨーロッパに比べて高いんですよ。このコーナーの話で言うと。う GDP の10%ぐらい出してるんだけど、はい、他のヨーロッパの国はやっぱりーセン5% い出せないんですよねやっぱりこれは中央銀行うまく使えないそれでヨーロッパの方はちょっと財政質低いから今回このコロナ復興基金で大きな,打つな感じだと思いますよこれ92兆円規模ですけれどもおよそ半3分の2が返済義務のない補助金になると。 でしょうね、おそらくねあ。当初なんだと3分の2ですけど、えー、これほぼ半々になったとそうですね。うん、あの、やっぱりこれは真水というレベルなんだけど、はい、真水が大きくなると、あの、中央銀行使えたらね、真水の話意識しなくていいんですけど、ECB、うん、の場合はうまく使えるかわかんないでしょ、はい、だからそうすると最後真水出した時に、それぞれの国が税金負担って形になるかもしれないっていうんで、ちょっと慎重なんですよね。うん、だから日本とかアメリカなんかはそんなの全然禁止することないから、中央銀行買ってお札すってやっちゃうから、はい、後で税金負担がないから、結構気楽に 財政支出はできてるんですよ。まあでねその唯一のリスクとしてはインフレになるってところなんですよ。インフレ目標あるからそれで十分だ。インフレ目標まで行ったらやめれば。そうそうそう。インフレ目標の2%っていうのは当分達成しないから、あの4もそうですしね。あの需要がねドコンと落っこっちゃってて生活通識変わるから需要が落っこちる方が大きいんですよ。確かにマネあのサプライもダメになるんだけど、でも需要の方が大きくなる落ちるから結構インフレになりにくいんですよ今。だからこういう時にお金をっちゃえばいいって簡単 やり方ができるんだけど、ヨーロッパの場合はそこが利害がね。はい。 一致しなくて結構揉めるっていう話です。な私なんかだったら、それはそういう、こういう呼び方をするんですけどね。確かに昨日発表された消費者物価指数でも、まあ、ほぼ横ばいという,う。しようがないでしょ。2%, 2にははるかに及ぶ。いか<も>ない。だから、当分大丈夫なんですよ。だから私、100兆円金で大丈夫だって言ってるんですけどね。うん、要するに超、そう簡単にはインフレにならなでも、これ話すとマスクの値段上がってるって言うんだけど、マスクは個別の話で全体じゃないんです。<ー> <laughs> 物価じゃなくて価格に過ぎます。はい 続いて、教えてニュースキーワードです。子宮頸がんワクチン厚生労働省は昨日、子宮頸がんを予防する HPV ワクチンについて、9種類の HPV への感染を防ぐ休暇ワクチンを新たに薬事承認しました。今後、接種費用を公費で賄う定期接種を検討しますが、当面は自費での接種となります。 HPV、ヒトパピローマウイルスというね、ウイルスが関わっていて、うん、で、13、あの、その危険だとされる方があるそうなんですが、うん、そのうちの9つに対応するワクチンというのが今回認可されたと。もともと2価、うん、と4価というワクチンは、すでに定期接種化はされております。 これはあれですよね。はい、今、あの、コロナの話でワクチンって話と基本的に同じでね。まあ、あの、<laughs> うんうん、ワクチンっていうのは、はい、まあ、副反応って言って、まあ、副作用のことですけどね。えー、そういうのはあるって、それを強調するか、はい、それによって、 これによって、まあ、ウイルスをのあれを防止してね、ええ、あのこののがんにならないかにするかって、そのメリットね、はい、それの比較だけなんですよね、いつもそういう比較をやるんですけど、うん、私、これ思うんです子宮けがんの話につくと、はい、この思春期に打つから、はい、それでこの副反応が非常に過度に強調された報道があったと私は思ってるんですよ、うん、それで過度に強調されて、結果的にはみんな、このけがんワクチン打たなくなっちゃったんですよね。はい、まあ積極的な推奨を いわゆる干渉というものを中止してますね、そうですね。それで、それがやっぱり報道なんですけどね。えっと、それが大きくてね。ねあの、やっぱり、その、思春期の子ですからね。その、ちょっとでも副反応があるって言うと、そっちに行っちゃうんですよね。大変なことになった。大変な。そでも多くは、でもエビデンスがなくて、ただただ、気のせいつと言い過ぎかもしれませんけどね。そういうふうな、あの、まあ、研究も多いんですよね。でも、それでも、私、そういうの昔、確かこの番組で言ったらですね、なんか、文句は随分来るんですよ。 なんでとんでもないこと言うんだと、うん <laughs> うん、でもね、思うとね、はい、今回、このねあの、要するに子宮頸がんワクチンって、やっぱり、やっぱりでしょって、そうでしょって、やっぱり、確かにあるんだけど、1万人もかかって、3000人ぐらい亡くなっちゃうから、それを助けるかどうかって話なんですよね、うん、その時き、副反応の大きさというのと、バランスを考えるってことなんですけどね、本当にこんなのが、副反応がすごく多かったら、こんなワクチンのんありえないじゃないですか、世界中で打ってない,ていう <laughs> そうだから私が見るときに、こういうの見るときに、世界の状況、はい、そういうの見てやってね。うん うん、高橋は何も知らないで喋ってるっていうんですけど一応ね世界の,あの比較外していますよーへーへーいろんな国でやってる状況を見てるんで、うん、った,った。た でここに言ったんですよね WHO も、うん、まあ、これに関しては、非常に日本はリスクがあるぞと、ワクチンがあって、しかも、うん、定期接種化してるのになぜ打たないんだっていうのを指摘するような、ね。そうでしょ。そういう方向の国と比べてるな話なんですよ。うんだから、それは日本人だけ特別に違うとかね、あれば別ですけどね、はい、そも相当そうじゃなくないらしくて、副反応の話でも、なんか言ってんだけど、それがほとんど、あの、いろんな研究すると、はい、そうでもないっていうのが出てきてね。うん科学的にはそのそ 必ずしもね、連環が立証されるわけではない,といのそうそう。そうなんですよ。だからそういうのが出てきた。 出てきたんでだからそういうのを私、見ててこの番組でも確か言ってものも書いたことあるんですよ、うんそちらの方からすごいこと言われるんですよね、うんだからでも何ですか、今回これでね、はい、この子宮頸がんワクチンだって報道なんか全然ないじゃないですか、どうどう、長官をざっとこう見たんですけれども、<laughs> <に>各紙載ってない、昨日の夕刊にも載ってないっう,うこれ、どうなっちゃった、これだから前にこれ、危ない危ないって言ってた人がたくさんいるんだけど、はい、マスコミにも。えーえー、もどうなっっちゃったんですかね れがあるから報じないのかとかね。ね<え>いや あのやっぱ今、あの朝6時15分ぐらいに、うん、え東京都医師会の、ねうん、先生のお話を伺うって、はい、今あの、ちょうど医師会の会長の尾崎春夫さんの話を伺って,<ー>伺ってい会を出しているんですが、ええ、あの小児科だったりとかあるいは、ね、産婦人科の先生なんかに行くともうこの鑑賞を中止してるっていうのはとても大きなリスクがあるんですよとそれを分かってもらいたいというのは本当いろんなお医者さんみんな聞いてみんな言いますね。 まあ自分ななりにね調べて書いただけなんですけどねでもそうするとすごく言われちゃってだからこれねあの報道のあり方なんですけどね、はい、科学の話は正直言って難しいと思います、うん、要するにたくさんの論文をサーベイできる能力ないでしょマスコミにうん、うん、その時にいある一部の意見だけ取り上げてっていうのねはね、い、バランスを書くんですよ、うん、だから普通は研究者だとサーベイ論文読んで、はい、動向を見ながら実はやるんだけどそういうの読めないでしょそれであとあの医師の中にもいろんな意見があるのは事実なんで、えー、そうするとね極端な意見を取り上げて 上げてね報道していくとね結構危ないんですよ今回のねあのコロナワクチンでもねこれが効くこれが効くっていう話し合うでしょ、はい、私何をやってもこんなに12年多分何が効くか分からんよと<ー>うまくいったらですねこれノーベル賞もんだからしものすごい儲かるからみんなすっごいがピーりするわけですよでも論文だって山ほど出てるし山ほど取り下げもあるんだけどこ、はい、んなが何がいいかなんてそう分分かんないですようんだから私この手の話については結構慎重に国際比較とか、はい、そういうところを見ながらまあやってるんですけどねでも今回本当 もうちょっとほどしたほうがいいですよ、これ。あの思春期でね、本当、に日本のね、こうね、ええ、若い時に受けた方のが、実は、がんになる確率低くなるから。で、先ほどね、1万人がか,かり3000人が亡くなるとおっしゃいましたが、残りのじゃ7000人の方々が、もう、例えば子宮を摘出しなきゃならないとかいうことになると、もうお子さんが亡くなっちゃうとかね、ねそういう,こう人生の選択っていうものにも関わってくる話うそうこれ、特にね、若い時にやった方がいいやつだからね。うんうん えー、子宮頸がんワクチン、今日のキーワードでした、えー、メール、ツイッター、さまざまいただいております、GoTo キャンペーンについてとていうのは、もう連日たくさんいただくんですが、こちら、ラジオネーム、広重さん、えー、東京都発着の除外など、感染状況によって対策を変えていくのは構わないと思ってます、ただ、状況を見,見極めるのは、えー、大事だと、だったら最初から消費減税を打ち出してらもっと話は早いのにと思います、支援策延期したりしても、文句出なかったように思うんですと。 うん、うん、まあ基金を作ってっていうのは高橋さんずっとねおっしゃってることですもんねまああの,あの休業保証って一番簡単なんですさっきう,うん続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップイギリス政府が香港との犯罪に引き渡し条約を停止 イギリス政府は20日、香港との犯罪人引き渡し条約を即日かつ恒久的に停止する方針を明らかにしました。中国による香港国家安全維持法の施行を受けたもので、イギリスのラーブ外相は条約の悪用を防ぐ明確な手段がない限りは停止したままにするとしております。 えー、香港はもともとイギリスの植民地であったとで、はい、法体系が顧問ローというなので顧問、ええ、諸国とはあこの犯罪に引き渡し条約を結んでおったということですけれども、ええ、これ,これあの、まあ、いろんな解説をするときになぜかっていうのを、はい、あのきちんと説明した方がいいんですけどねそもそも国家安全法っていうの法体系を見ると、はいまあ、普通は属地主義 って要するに日本の国内どっかの主権に及ぶ国内で犯罪を犯した人は全て罰せられると、はい、だからはっきり言えば香港に行って、うん、外国人でもそこで犯罪を犯したら罰せられるというのは普通なんですよ、ええ、だそれは主権の及ぶ範囲だからこれどこでもそうです、うん、だから合にいれば合に従えっていうことわざの通りですね、ええええ、でもね香港のこの国家安全法っては実際生きがい適用っ,ってやつでね、はい、日本にいても実は、うん その法律に違反するっていう法体系なんです。<ー>で日本にいて、だから私が例えばその香港の法,の法律消しからん、はいで、尖閣は日本のものだと言ったらこれは、 香港国家安全法の分裂罪に多分なるんですよ。うん、国家分裂の罪に,罪になると。うん、だから、ここで話していることも罪になると。ただし、まあ、日本と、えっ、ー、と、香港及び日本と中国の間に犯人引渡し条約はないから、はい、私はだから、ショッピからよくはない。ただし、香港のあの、国家安全法の一概適用をそのまま認めると、はい、実は犯人引渡し条約結んでると、そういう発言している人を、ショッピ系と、香港政府及び中国が言ってくる可能性があるんですよね。うんうん、論理的な話として。論理的にはそう ですね。で、<れ>行ってきたらこれ受けざるを得ないうん、自動的にね。だから、うん、要するに、ああいうふうに、き合適用は、実はやっちゃいけないっていうかね、こんなのないですよ。はい、普通の国では。そ、うん、でそれでも、あの、液い適用すると何に弊害が出てくるかっていう、こういうふうに、犯人生き渡し協定を結んでる国に全部影響が出るんですよ。うん、だから、これを停止しないと。だって、自国民が危なくなるって例があります。ええー。だから、液、えー、合適用っていうのはもう、とんでもない話でね。はい、要するに、全部が中国のもの、香港のものと。 いうことなんで主権を全だから、あれ、とんでもない法律なんで、その時にこういうふうな引き渡し協定があるとね、もう主権が侵されるんですよ。はい。あの、あなたの国にやってる人は、中国なんとか、香港で批判しましたね、だからこれは香港国家安全法違反ですね、うん逮捕してくださいって言われた時に困るんですよ。うんだからこれね、あの香港と中国と引き渡し条約結んでる国は、はい、もうみんな停止しないと危ないんです。うんこれ、まあね、そんなむちゃくちゃゃく の法律よく通したなというところなんですが、恥ずかしくないかなって、レベル、うん、だってあの、それでこの中国に対して内,内政干渉するなっていうでしょ、はい、生きがい提供なんかも、もう猛烈な内政干渉ですよ、だから、ね、本当にすごい二枚舌も華々しくて、普通はこれは運用として、そういう考えを持ってるっていうのは、私も知ってましたけどね、名文の規定があるとは正直って思わなかったですそもそもね、名分規定も何も、この草案というものが一切出てこずに出てない、うん、はい、です中国の のやつが出て、はい、でちょ私情報そんな詳しくないんだけど、まあ、有志の人がいて訳してるのを見たらあと英語なんか見ては、はい、やっぱりそうやって生きがい適用なんで正直言って驚きましたその香港の法律の内容を云々というよりか生きがい適用すること自体が驚いた。 ねえ、あのー、いろんな国の法律ありますけれども、こういうの適用ってほとんどない。ない,ね、ない、ありえない。ないだってそれは、あの宇宙人もしなかなきゃいけないってレベルになっちゃいますから。ああ<ー>、<laughs> まあそうですよね。そこに地理的な限界がないわけですもんね、うん。あの、法律ではね、あの、要するに香港の、あの、なんていうかな、あの、 に住んでない人が香港の外で罪を犯してもその法律にあの規定に適合なるっていうそういうような内容がだったんでそれは驚きますよ。うんだからそういう国とはねあのいろんなあの 話がしにくくなると思いますねだからこれはね、イギリスだけじゃなくて、香港との犯人引き渡し協定、ある、はいは中国との犯人引き渡し協定を結んでる国は、一概適用されてるってことを認識しなきゃいけないです。で、まあ、中国とのこのね、付き合い方の部分ですけれども、くしくもこの同じイギリスで週末ですけれども、イギリスの BBC が、はい、中国大使を、まあ、ゲストに招いて、うん た形のそうですね。あの、ウィークの話ね。あれは、前もちょ、たびたびやってたんですけどね。イギリス、今回ね、あの、外務大臣がいろんなことを言ったりね。香港の話でね、ちょっとフェーズが変わったような気がしますね。これはすごい国だんだな、ということでね。だから、やっぱり人権の話なんかも言って、あの、大使呼んで、やるわけでしょ。その、大使もね、こんなの見たことありません。知りません。とか、すごいこと言うんでね。なかなかあの番組面白かったですけどね。ねあの、ま、ね、あの、こう、 拘束された形で、うん、まあハンドカーフだから手錠もおそらくされてたと思うんですけど、うん、目隠しをされてっていう人たちが、まあ、並ばされていて,てであのドローン映像ですが<う>え列車にこう乗せられていくという様が映っていた。 これどこの国の話ですかそんな感じで大使も反論してましたけどね <laughs> <laughs>、うん。まあでもそういう国なんでしょうね。ウイグルってね、あの中国の自治の方のすんごく大きな地域なんですけどね。はい、これはでもね、人権の話になって、いろんな、あれですよね、えー、制裁もこれから中国企業もあって、あのアメリカはですね、ウイグル問題で中国企業の輸出禁止なんとか制裁かけてますよね。えー、日本の企業も中国進出してる人はね、対岸の火事じゃないですよ。その還元が。 あってね。はい、あなたのところの企業も、実はウイグルでなんかやってましたねなんて言われる可能性あるんですよ。日本の企業も。 オーストラリアのシンクタンクが、そういった、ねえー、ウイグルの人たちを強制労働した部品を使っている企業ということで、うんえー、結構、いろんなてを目指し,していてすかてますよだから、これは中国の進出してるビジネスね、ではい、進出してる日本企業も対岸の火事じゃなくてね、うん、そういう意味で制裁に引っかかったら、アメリカ市場を失うかもしれないんですよ、うん、そのくらいは多分大きくな大きな問題だから、日本で中国でビジネスしてる人よくこのあたりの、ね、動向は気をつけた方がいいと思いますよ。うん まあ日本でねの感覚だと、これ、米中が貿易摩擦みたいなふうに報じられてますが、もはやそのレベルじゃない全然違いますね、もうね、貿易摩擦どころじゃなくて、もうあの完全に国家を分断するような感じになってるから、中国でビジネスしてる人は、逆に言うと、アメリカから制裁下食らう可能性がありますよ、これ、日本企業ね、日本企業ですらあると思う。でもこれ、本当、それぞれの国がじゃあ、どっちにつくんだってことを今、明確に突きつけられてる。 そうそうイギリスは舵を切った、ったオーストラリアも舵を切った、あの多分 EU もね、はい、あのファーウェイをちょっと、ね、やるかもしれないなって、だ,ってだから逆にイギリス、中国の方がファーウェイやったり、EU がファーウェイをやったら、エリクソンをやるぞって、逆に言ってるでしょああ、なるほど、うん、中国国内でエリクソンをもう締め出すというようなことをやるぞと。 だから、そういう状況になりつつあって、いいか悪いか別ですよ。でも、そういうふうに状況になるってことは、実は、分断されるっていうのをある程度想定してビジネスやんないと危なくなりますね。うん。多分エリクソンから見てもね、中国から締め出されてもね、ファーウェイ、あのヨーロッパが出してみればど、んどんなっていとはいい思ってないですよけどね。なるほど。<笑><笑>まあ、その分、ヨーロッパ市場が取れるんだったらという。うんうんうん でもこのやっぱり並ばされていて列車にこう連れて行かれるだとかあるいはこうジウイグルの方々の強制労働した尋問を使ったエクステの話が出てきたりとかって、うん、まあ情報戦の部分もありますけど、うん、やっぱりそのさっきの対戦のっていうのをこう想起させると、うん、ものすごい日本人が思うよりもものすごいインパクトがヨーロッパの大きいですよだから多分ヨーロッパの EU の方はは、ね、かなり引いてくる私の予想は、ねはい、あのイギリスは引いてるでしょもう EU から離れちゃったから気楽なんですけどね。ドイツとか フランスもやばいですよね、うん、だから中国との付き合いはちょ,っとちょっと遠慮しないといけないっていう感じになってくると思いますけどねかつてのやっぱりナチスのユダヤ人の白があれをこう思い起こさせるような映像がどんどん出てきているうそうだ,だって今やってるって話でしょう、うん、これはとんでもない話ですよね、うん、ちょっと容認ができないと思いますけど、ね、だからビジネスやってるとそういうの感覚なくなっちゃうんだけど、うんはい、意識した方がいいと思いますよ、日本企業の中国に行ってる人も。うん まあでもねそういうところをこう突きつけられるって各々の企業にもどういう姿勢だっていうのが突きつけられる時代になるわけですねで、ま、これから先<ー> <laughs> 注目ですけどね <laughs>、はいえー、今日のスクープアップイギリス政府が香港との犯罪引き渡しを約停止というニュースを取り上げましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました この飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています そしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください